差がどれだけの違いになって出るかっていうのはこれは見ものかな。面白性能なんちゃって選手権。さて JTCC といえば、どのぐらい見えないもんなのか、どのぐらい曲がれるもんなのか。あら、よく見えてるみたい。これはもう勘なんですか。ノーマルだもん。結構この車見えるんですね。あのね、この車はね、今年前半に使ってたあの 1X と呼ばれる車じゃなくて、はい、2X っていうこの車になると、この中にねロールバーが下に入ってるね。どうしてもねお尻の位置が高いもので、前はねすごい見やすいでね。ついでにね、例えばミラーの視界を考えてくださいよ。普通レーシングミラーっていうと、はいはい、だいたい平面ガラスじゃないですか。そうですよね、でもガラスの、あの鏡の面積もでかいですよね。そうで、ムーンクラ製はねちゃんと R ついてるから、普通の、あの一般車のミラーとほとんど変わらない視界なんですよ、はいはい。ならばパイロンスラロームでもやってもらおうじゃん。あれパイロン倒れず企画倒れ、最後のパイロンもセーフとなれば、どれだけハンドルが切れるのか、ノーマルアコードと比較だ。それでもこんなに違います。ちなみに他の車も見てみましょう。チャンピオンズバトル97。冬の太陽が冷え切った筑波サーキットの路面を照らし始めた頃、レーシングエキゾーストが響き始めた。同時にいつも笑顔の BM キャスター陣の顔がレーシングドライバーの鋭い眼光へと変化した。これが彼らの本来の姿なのだ。まずはマシンへの慣れとセッティングを兼ね、ウォームアップ走行。まだなんかちょっと足回りがね、なんだかちょっとフラフラする。ステアリングをもうちょい上げて、シートにもう一枚バサンと。80R とかでちょっとクスクスクっていうのは出るんだけども、タイヤが温まんねえよなって。スープラの土屋選手もポルシェの拓也選手もマシン特性を知るために走り込む。遠いからね、カウンターが遅れんの。あれもっとこっち来きゃさ、パッパッと当てられるよね。隣のポルシェが80.0。BM 史上初のタイヤサービスも登場。超マジだ。ウォームアップも終了。いよいよタイムアタックの開始だ。まずはガンさんの F355 が行った。
アコードのタイムを見て土屋スープラもアタックに出た。ディスコ仕様でどこまでタイムを削れるのか。トラクションコントロールが効いてるぞ。走っているがタイムはどうか。筑波のコースレコード56秒933を破った。いやー面白いな。乗りやすい。まだ人間が慣れてないんだよね。この車の美味しいとこ分かんないから。でも6秒入ったっていうから、まあとは決勝頑張ろうかな。まあでも面白いですよ、レーシングカーの甲子園。ちょっとね、クラッチが滑っちゃってて加速しなくなっちゃってるんで、まあ問題はまあ内圧かなっていう感じ。タイヤの内圧さえちゃんと合えば、まあそこそこ行くかなと。今7秒フラットですね。これだけがタイヤウォーマーなかったんで、タイヤ止まるまでがねひどくてね、ウォームアップの時間あったけども、セッティングする時間なかったんでね。手が痛い。久々に乗るドグミッションなんでね、下手なんですよね。最近シンクロついてるミッションばっかり乗ってるもんだから、かなりね抵抗がすごいんですよ。まあさすがにね、ポールポジション6戦中5回ポールポジションで、6回目ってもちょっとトラブルでポール取れなかったっていうね、その実力はねすごいもんですね。スターティンググリッドはご覧の通り。オーナーも来てるし、お姉ちゃんも来てるし、頑張りますよ。今日は黒沢元春さんに頑張ってもらって、フェラーリの一番いいところを随分出してください。頑張ってください。頑張ります。フォーメーションラップ一周を挟んでスタートする。信号見えねえよこれ。クラッチがちょっと弱いのでスタートはゆっくり出たいと思います。スタート。8000回転クラッチミート OK の桂 R32GTR が大外からトップへ。さあスタートリプレイはそのコボちゃんから。すっげー速い。GT の2台がやや出遅れ。タクちゃん、お釜掘っちゃうよ。おお、タクちゃん、シフトミス。ブレーキングで中谷 GTO に並びかける大井 GTR。 しかし、そのインナーにはいつの間にか服部アコードが。熾烈な3位争い。そして GT の2台も差を詰めてきた。1位から7位まで団子状態。どうなる1コーナGTR。 だが中谷 GTO が真後ろにいるぞ。早いなみんな。
のブレーキングで中谷 GTO がトップをダッシュ。最終コーナーまでの加速勝負だ。さあポルシェ頑張れ。最終コーナーはまさにエキサイティングバトル。おっとここで土屋スープラが5位に浮上だ。なんだその速さ。残り3周でトップは中谷 GTO。 あれ2部屋までトップだった桂 GTR があっという間に5位に応え、トップの中谷 GTO を追う服部アコード、さらにそのアコードに拓也ポルシェが並ぶ。GTO に後続車が迫ってきた。この辺の速さはいいんだけどな。中谷 GTO がブレーキロック。並びかける服部アコード、すぐ後ろには GT の2台だ。450馬力に物を言わせて拓也ポルシェがポジションアップ。そして土屋スープラも来たぞ。トップ争いはこの4台。最終コーナーに入った。4台が並んだ状態ですでに4ラップ目に突入。トップは拓也ポルシェだ。三菱さん、N1 でここまで走れるんだったら GTO で GT 選手権出たら？ってなことを言ってるうちに、トップ争いは GT カー2台にアコードが加わっての超マジバトル。抑える気かね、君。まあ、できればそうしたいですよね、桂選手。こちらは立ち上がり加速のいいポルシェに手こずる2位の土屋スープラ。さあ最終コーナーで大井が詰める。大井が行った。失礼しました。脱輪。ファイナルラップも残すところあと半周。さあどんな作戦に出る土屋スープラ。2部屋一気にブレーキングで差を詰める。拓也ポルシェオーバーステアだ。土屋さん来てるよ。新店一騎打ちの勝負は最終ラップの最終コーナーでもわからない。追いつくか土屋スープラ。わずかに土屋スープラトップの拓也ポルシェに届かず。いや結構面白かったですよ。もう一周だったらね本当にいけたんですけど。はい、いますやっぱ GT カーのストレート疲れた。もう千葉プリの方位に勝ったらチャンピオン取ったのも一緒ですよ。GTO に負けちゃいました。まあ僕はおとなしい人間なんで。コーナーはねスープラの方が早いですね、はい、正直ねポルシェちょっと負けてるけど、このポルシェはね乗用車の延長線上でそのなんていうのかな、ブレーキも加速もコーナリングもいいっていうね。もうまっすぐはやっぱ全然話にならないけど、けどやっぱコーナーは詰めることできる。 あとブレーキとこの辺まあ軽いのもあるし、エンジンサウンドは素晴らしいし乗りやすいし、グループ A ですからね。元グループ A、 元グループ A なの。そう考えるとやっぱり時代の差っていうのはすごいなと思いましたね。でもびっくりしたのは加速ストレートの速さ。コーナー遅いんだけど加速バキューン。まあそれぞれのカテゴリー、あるいはその今の車、ちょっと前の車みたいなことで、それぞれに読者が分析して楽しんでいただきたいなと、そう思います。新春水泳大会みたいな。また今年も頑張ります。なんじゃこりゃ。八部は腕試しのため本日筑波サーキットで MGF のワンメイクレースに参加します。これは大変だ。はい、
はい。あ、そうですか。そうだよ。なんかね、八兵衛が本日、筑波サーキットで MGF のワンメイクレースに出るっていうことで。八兵衛がか。はい。いや、僕は行けないんですよ。仕事で。まあいいや、じゃあなんとか使いを出すわ。ねえ、よろしくお願いします。まあちょっと心配だけど、八兵衛も子供じゃないから大丈夫だろ。ゴロゴに黙ってレースなんて出ちゃっていいのかな。タンパイクで大したことねえってたじゃないかこの前。僕はただでの2秒より速く走れるって言ってたよ。だいぶ修行してるから結構いいとこ行くじゃない。いや、初乗り初めてです。意外にね、ほらパワーないから簡単かなと思うんだけど、ユーロスなんかより難しいと思うよ。大会でずっと2位3位取ってる。そう、下痢下痢じゃないですよ。大丈夫かお前。まあ所詮八兵衛は八兵衛って感じですかね。八兵衛の冒険、MGF レースに殴り込み、練習走行もなくいきなりの予選。分かんないのは1コーナーと最終コーナーがよく分かんないんですけど、まあ、いつもの八兵衛アタックみたいな感じで頑張ってみたいと思います。ゴロゴ、スケさん、八兵衛アタック行きます。いきなり最終コーナーが分かんない。これまでの応用だから、とにかく落ち着いていけよ。この10分間で初めて乗る MGF の特性をつかみ、さらにタイムを出さなければならない。なんか奥でブレーキの調子が、最初効かなくて奥でも効かねえな、俺のイメージよりか。おっと、いきなり池澤選手がコースアウト。回転は6000でシフトアップします。6000シフトアップってなんで上つかないの。最終コーナー、やっぱりリアが出るから、それをこうね、小さい高くで抑えられるから、そういうのが大きいな。ダメ、第一ヘッピンはね、インカラーでもいいんだけども、もうちょっと奥まで突っ込んで立ち上がりをきれいに取っていかないと、結構コンマ7ぐらい損してるな、そこでな。焦った今。あ、何やってんだよ、落ち着けよ。ダメだ。やばいな、これじゃあ五郎校にも助さんにも顔向けできないな。予選が終わった今、いろいろ悩んでいることと思われる、いくつかのアドバイスをして戦場。あ、助さんからだ。ブレーキを詰めるな。 MGF はオーバーステアが強いとの噂。察するにピッチングが大きく、ハードブレーキによるオーバーステアが出やすいと思われる。ブレーキを詰めようと思ってたんだけどな。MGF の極意はフラットライトにあり、タイヤのプロは SE なし。サスが柔らかいとなれば、ハンドルの切りすぎ、アクセルの踏みすぎは禁物。ラップタイムが遅いゆえ、乗る者に悪魔の余裕を与える。フラットライトか。お、五郎校からだ。レースの雰囲気に飲まれないで、五郎校シリーズでの八兵衛の気持ちを忘れるな。平常心を保って走る。後ろから来る車は気にするな。ベストラインを走れば自然に離れていく。抜くときは前車の走りをよく観察し、状況の中でできるだけ円に近い綺麗なラインで抜け。よし、前哨した時の気持ちを思い出して頑張ろうぞ。さあ決勝だ。八兵衛はどこまでポジションアップできるのか。オーバーステア対策のため登場制も行って準備は万端だ。ご覧の通り前には一枚います。これ以上後ろに行かないようにちょっとビッと追い上げてみたいと思います。向こうに言われた通り頑張ります。15周で争われる決勝レース。
スタート。八兵衛もまずまずのスタートを決めて大外から1コーナーへアプローチ。なんだなんだなんだよ、危ねえお前、ふざけんなよ、遅れた。思ったよりうまくアクシデントをかわした八兵衛だが、今度はブレーキロックの煙にビビってコースをショートカット。そこまでしなくてもよかったのに、またまたポジションを落としてしまった。さらにまだ1周目だというのに、背後には予選のコースアウトで最後尾スタートとなった池田選手が迫ってきていた。さあ八兵衛、どこまで粘れるんであろうか。ストレートで並ばれた八兵衛はあっさりインを譲って15番手に交代。トップ争いに加わるためには一つでも順位を上げていいところだ。八兵衛、ドラテク特訓アンニャの成果を見せてくれよ。おーっと、前の車がシフトミスか。チャンス到来、八兵衛がいいえ。しかしツッコミが甘いため完全にいいを抑えてパスすることはできなかった。調子はいいらしく、ストレートでは前の車との差を詰めるが、苦手の最終コーナーでどうしても差を広げられてしまう。4周目の1コーナーでイエローフラッグ。何か起こったのかな。結局レースは赤旗が出て中断。あのスタートの大外刈りどうだったの。あれ大外刈り行ったら、あの確かストレ1コーナーでぐしゃぐしゃあったんです。ちょっとっけ2周目だしっけ。スタートで1ヘアピンでなったんですよ、うん、あんまりよく覚えてないもんですね。冷静、一応冷静。グリッドに突き直して4ラップのレースが再スタート。運よくスタート失敗の1台をパスして順位を上げた八兵衛だが、またまた大幅にインを開けて1コーナーへ。師匠抜かしたよ。こんな遅いよこれ。なんて言ってる間に1台がアウトからブレーキング勝負を仕掛けてきた。八兵衛、なんとか踏ん張りたいが、並びかけるのが精一杯。マジかよこいつ、やばい、二つ落ちた。一旦はシングル目前の10番手まで上がった八兵衛、12番手に押して焦りの色が隠せない。そこはオイルだぞ。またまた順位を一つ下げて13番手。はじめ、落ち着くんだ。まいったな。3周目まで順位は変わらず、もうファイナルラップ。さあ立ち上がり勝負だ。が痛恨のシフトミス。
下のレースで最後まで自分のペースを作れなかった八兵衛は結局13番手でチェッカーを受けてしまったのであった。楽しめましたけど、ちょっと抜けられたのが難しい。5個、結果は毎日でしたけど、また頑張ります。力が。今、ビデオ見せてもらったけども、まるっきりダメだな。がっかりしちゃったよ。だって、普段の五郎光シリーズで八兵衛 の普段の走りができてれば、そんな悪くないはずだよな。いやあれたまたまロードスターがぴったり合ってるんじゃないかっていうそれじゃねちょうど要するにフロントエンジンでフロントに風がちゃんとかかっててみたいなで操りやすいっていうところではね。ということはあれか、タイヤの感じを掴んでドライブなんかしてないってことか、うん、そういうことですね。あの予選の時とかっていうのはあの自分のブレーキングポイントとかっていうのが、まあ、まだ足りないと思うんですけど分かるんですけど、前に車入っちゃうとそれが詰められないっていうか、ブレーキで詰めなくちゃいけないのにそれができないっていうのか、要するに目線はもう前行っちゃってるからさ、で目線はもうコーナリング入る、もうクリッピング近く行っちゃってるから自分はブレーキ踏んじゃってるんだよ。ところがまだまだそこではブレーキ踏まなくてもいけるんだよ。だから要はブレーキングポイントが早いから他のラインから行ったやつに結局抜かれちゃう。ドライビングっていうのをちょっともう忘れちゃって、アマチュアの一番ハマりやすい、いい精神状態になっちゃってたっていうことだろうな。あ、じゃあ僕ぐらいの人がレースに出るとまあああいうふうになりがちだというなりがちでっていうことですね。それの悪い見本だな今回はな。どうもありがとうございました。独占市場新車情報&テスト、モータースポーツ特大自由行をはじめとする多彩なテスト陣、執筆陣、話題満載、情報満載、自動車専門誌ベストカー、毎月10日と26日発売。今月のプレゼント、オズクラブからは